こんにちは、橋本洋平です。今回はですね、 HKS が、発売するハイパーマックス S とハイパーマックス R というですね、こっちはストリート用で、こっちがサーキット前提の足回りなんですけれど、この2タイプのね、車高調をテストしたいと思います。で、車種は86と BRZ、 さらに GR ヤリスとボクシーも、乗っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ハイパーマックス S を装着した86で今ワイン走り始めました。まあ、本当にゆっくりと動いている状況なんですけれど、街乗り想定のセッティングだという話なんですけれどね、本当確かにこの路面の突き上げとか今大きく起きそうなシーンなんですけれど、うまく吸収してね、フラットに走ってきますよね。あといいのはこのハンドルの手応え、本当ね、この微小層高くからしっかりね、こう手応え、反力が出てくるというか、気持ちいいですね、乗っててね。こうゆっくりサスペンションがストロークするようなところでも、減衰の立ち上がりが早くて、きちんとね、一発で収束してくれる。そこがね、この足回りのいいところだな。しっかりこらえますね、本当。なんかね、すごく動きがリニアというか一定してますね。この最初の動きからぐーっとさらに切り足したところまで一定したフィーリングでコーナリングできるところがね、すごく気持ちいいですね。あ、今のコーナリングしながらさらにこう入力があるようなね、うねりなんかもうまいこと吸収していきますね。ストロークした先にね、さらに余裕があるみたいな感覚がありますね。そこがこの足のいいところの一つ。いや、これがね、ストリート用だっていう感覚ないですよね。もうサーキットも十分こなせるんじゃないかなっていうね、シャキッとした仕上がりがある。もうおよそ30年の歴史があるね、この足回りですけれど、本当いいバランスになってきましたね。スポーツだけじゃない一般的な使い方にもしっかりついてくる。いいですね。コーナリングこう長く続くようなところとかね、にっこりしちゃいますよね、これね、本当。さあ、続いては新製品のハイパーマックス R です。基本サーキットを考えた足で、サーキットまで自走に行けることをね、コンセプトとして開発されたということで、まあスプリングの内容も変更、あと中のオイルもね結構変更してきたということで、しなやかさも持ってますっていう話だったんですけれど、今ねゴツゴツ荒れたところをゆっくり走ってますけれど、スプリングレートがね結構引き上げられた割には嫌な感覚ないですね。なんか当たりのまろやかさみたいなところがあって、さっき乗ったハイパーマックス S がフロント5キロリア 6.5 キロっていうスプリングレートだったんですけれど、今度のはフロント9キロリア10キロ、でタイヤもね、A052 という横浜のサーキット用のタイヤなんで、剛性もね上がってるんですけれど、ちなみにさっきのネオバでしたけどね、それよりも剛性上がってるはずなんですけれど、すごくしなやかに感じますね。これだったら確かにサーキットまで行くのにもう嫌な感覚を持たないかも。なんか本当に、フラット感はさらに高め得られたなっていう感じもあるんで、確かにサーキットスペックな感じはするんですけれど、意外と乗り心地がいい。ステアリング切り始めたところからのね、このキビキビとした感じ、これはね相変わらずというか、S よりもさらに高まってるかなっていう感じもあるんですけれど、さあちょっとじゃあコーナリングを少しスピード上げて試してみます。いや本当にピタッと安定、なんかワインディングレベルじゃ何も起きないなっていうぐらいの安定感ですね。
まあ、シチュエーションとしては S の方が合ってるかなっていう感じもするんですけれど、 R の方もなかなかこれ上質さもあるんでいいですね。これをストリートで使うっていうのも十分にありかもしれないです。さあこの先ちょっとね橋の継ぎ目段差があるんですけれど、そこを越してみてどうか。お、そんなに当たりがきつくないですね。でこれもねやっぱり一瞬で収めてくれる感覚がある。このバルブの追従性ほんといいですね。いやーコーナリングほんと気持ちいいな。これほんとサーキット持ってって遊びたい足ですね。すごくこらえてくれる感じもあるし、もっともっと限界高いだろうなっていう感じありますね。さあ続いてはハイパーマックス S を装着した GR ヤリスです。フロント7キロリア6キロっていうねストリート向けのですけれど、いやこれもゴツゴツしたところもないですね。綺麗に足が動いてるなっていう感じもあって、これだったら4人乗ってもいけるかなっていう感じですね。普段乗りでも良さそう。さあコーナリングはどうか。GR ヤリスに乗り換えるとかなりしなやかさが際立つというかね、そんな感覚がありますね。ハイグリップタイヤを履いてサーキットとかもうちょっとスポーティーとかって言うんだったら、これをレートアップするかハイパーマックス R の方を選択するっていう方がおすすめかもしれないですね。さあ続いてはボクシーです。ボクシーにハイパーマックス S を組んだという車です。いや乗り心地すごくいいですね。ノーマルのボクシーもね結構フラットに走るんですけれども、なんかそれ以上にピターッと走っていく感じがあって、だけどこうゴツゴツもザラザラもしない、なんかこれがノーマルスポーツバージョンみたいなのであってもいいかなっていうぐらいの感覚ですね。いやこれならね家族に文句言われないと思いますよ。本当に安定感も高まるから後ろの席も楽になるんじゃないですかね。でこの継ぎ目とかもいいし一発で収まりますよね。張ってる感じがないというか、しなやかに吸収しながらね走ってってくれる感じが、フリクション感じないところがいいですね。でこの切り始めのねこう滑らかさで、コーナリングしてる時のしっかり感、あの背が高いことをねちょっと忘れさせてくれるというか、そんな感じさえします。いやミニバンでワインディングなんてあんまり走りたくないんですけれど、もう閉めちゃうかもしれない。運転してる感じをね見てもらっても分かると思うんですけれども、なんか落ち着いて動いてると思うんですよね、とってもね。そこがねいいところだと思います。運転が楽になる。
ワインディング試乗を終えました、はい、結構ねこの、2つの足特徴がはっきりとしてるんですけれど、はい、そうですね、乗り味もいいし、はい、乗り心地もいい、乗り心地いいですね、はいはい、あの開発担当の矢部さんに、はい、ありがとうございます、ね、お話を伺いたいと思うんですけど、はい、今回あの、まあ、S というね、はい、ハイパーマックス S という足はかなりしなやかで、はい、っていうのも理解できたんですけれど、今度登場したこのハイパーマックス R、こちらですね、はい、これがサーキット向けだというのに、はい、しなやかさもあるし、なんと随分なんかオールマイティな仕上がりだなっていう感覚を得たんですけれど、はい、その秘密をねちょっと教えていただきたいんですけれど、なるほどですね、はい、今回このご紹介している R の方なんですけども、はい、新しく採用した要素というのが3つあります、はい、でその1つ順番にご説明すると、1つがこのスプリングですね、はい、見えているこのスプリングの強度材料、はい、強いもの、高強度の材料を使ったものに、はい、変更しているというのが1つ目で、2つ目は、はい、この内部になるんですけども、ショックアブソーバーの中のオイルですね、はい、オイルを S のものよりではなくて R 専用に開発したものを採用しています。で3つ目には、このスプリングの上に、ここですね、はい、こちらはあの、はい、ラバーシートを介してアッパーに、はい、スプリングはね、接続されていると思うんですけど、はい、このリテーナーという部品、はいを使いまして、うん、アッパーとスプリングをちょっとまあ別の動きができるような、ね、はい、そういう部品を新たに採用した。これ上だけこうスルスル動くわけですよね。そうなんです、ね、ちょっと今あれですけど、はい、難しいかもしれないですけど、こういうふうに自由度があるというか、そうなんです、動いてますね、はい、こう動いても、うん、まあ、スプリングの方にはそのたわみがいかないと、はい、だから初期の動き出しで、そうです、しっかりと、はい、動いていくと、そうなんです。いう感じなの。あの横向きの力が出てしまうとどうしてもそのフリクションで動きにくくなっちゃったりするんですが、素直にねスプリングだけでこう上下できるような、はい、そういう動きになりますから、はい、スムースな動き。で86用の、はい、足回りでいうと、はい、ハイパーマックス S の方が、はい、フロント5キロ、リア 6.5 キロ。そうです。でこちらの R に行くと。フロント9キロ、リア10キロっていうかなりの差が出てるんですけど、そうなんです、でもしなやかなんですよね、そうなんですよね、いろいろ合わせ技で、はい、そこが、まあ、通常ですとそのぐらいレートを上げていくとどうしても、はい、そのもうスプリングレートから来る硬さが出ちゃうんですけど、今回のその新しい素材ですとか、はい、そのフルードももちろんそうですね、減衰力をしっかり立ち上げることができるので、はい、まあ、硬さを感じにくくチューニングできるっていうところで、まあ、やはり最後にこのリテーナー仕様があることによって、まあ、かなり乗り心地の方にも効いてきてるというのはありますよね、はい、はい、とてもねその9キロ10キロっていうイメージが信じようできないわからないですよ、ぐらいのしなやかなという感じがあったんで、はいはい、ただかといって S の方もしなやかさがないわけではない、ないわけではないです、はい、すごくバランスのいい足もあると思うんで、はい、まあ、使い方に合わせて選んでいただければなと思うんですけれど、はい、ね、僕ね、はい、リクエストとしてはこれにこういうもの合わせたらどこまで行っちゃうんだろうなっていうのはねちょっと思ったんで、その世界はちょっと見てみたいですね、見てみたいなと思ってるんで、はいはい、今後まだ違うバージョンもどうでしょうか、はい、まあ、いろいろと研究はしていきたいと思います、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。ハイパーマックス S の方はやっぱりストリート前提にした足回りでねすごくしなやかだし、穏やかな乗り味けれども走りもねすごくしっかりしていて、ステアリングの手応えなんかもね、フィーリングいい足なんだなということが伝わってきました。で一方こちらのハイパーマックス R の方ですけれど、こっちはねサーキット前提という割に乗り心地がいいんだなっていうところがね本当驚きでしたね。GR ヤリスなんですけれど、結構ねやっぱりこの2車に比べると背が高くてね動きも大きい傾向にあるんですけれど、ハイパーマックス S ついてる状態だと割と引き締まった状態で、乗り味もよくっていう感じにね仕上がってるんだなってことは伝わってきましたけれど、できたら車だったらハイパーマックス R をね入れたバージョンがあったらねきっと面白いんだろうなっていうのがね感想ですね。まだまだ先が見てみたいかなという感じがしました。
で、ボクシーの方なんですけれど、ボクシーは本当にねルックスもよく、あの低重心になって、あのぐらつかないっていうんですかね、ワインディングに来てもで、とってもフラットに走ってくれるし、2列目3列目乗ってないですけれど、明らかにフラットに走ってる感じがね伝わってくるんで、同乗者、奥さん子供乗せても文句言われない乗り味があってね、かつ走り馬を楽しめるというところがとってもいいと思いました。先ほど矢部さんからもお話伺いましたけれど、あのオイルとかね構造とかバネとかいろいろ見直して、サーキット用でも乗り味、あの普段のね乗り心地もよくできるんだなっていうことがねとっても伝わってきた足回りだったんで、まあいろいろね、あの用途に合わせて選んでいただきたいですけれど、 R でも結構こなせるんじゃないかなっていうのがね今日の感想ですね。皆さんの車、あと使用用途に合わせてどちらにするか悩んでみてください。ありがとうございました。